南口岐阜駅は岐阜県岐阜市橋本町一丁目にある東海旅客鉄道の駅である。当駅の所属線である東海道本線と当駅を起点とする高山本線が乗り入れ分岐駅となっている。駅番号は東海道本線が CA74、高山本線が CG00。東海道本線の運行形態の詳細は東海道線を参照。 岐阜県の県庁所在地である岐阜市の中心駅であり、運輸省中部運輸局が認定する中部の駅100線の第2回線定駅となった。現在、日中の東海道本線の普通は名古屋方面から東駅で折り返し、特別快速、新快速、快速、区間快速が前原方面の各駅に停車する。東駅周辺では、 高山本線が比較的まっすぐ通身する一方、東海道本線のり側には半径600メートルのカーブが存在する。当初、東西両系を結ぶ鉄道幹線ルートは、岐阜から東も山側の中線道経由で建設される計画で、岐阜オフは太平洋に面し、港のある竹豊か,から建設資材を運ぶための支線として計画された。 結局、岐阜東京間は、中線道ルートの建設は困難と判断され、見のろ、東海道経由で建設されることになった。ただし、大府駅における、竹と予線と東海道本線の関係のように、高山本線が先に開通したわけではない。東海道本線のうち、当駅を含む名古屋駅前原駅間は、東海道新幹線と別線区間となっており、 この区間の選択乗車において、当駅は東海道新幹線の岐阜羽島駅と対応している。したがって、名古屋伊東、または、前払い制発着の普通乗車券、普通回数乗車券であれば、岐阜羽島駅発着のものであっても当駅を利用でき、逆に、当駅発着のものであっても岐阜羽島駅を利用できる。ただし、区間の片端が、岐阜駅、または、岐阜羽島駅。 もう片橋が名古屋駅、岡白橋駅、金山駅のいずれかという乗車券については適用されない。当駅の北東約300メートルには名古屋鉄道の名鉄岐阜駅があり、徒歩で乗り換えが可能になっている。またかつては駅前に名鉄岐阜市内線の岐阜駅前駅があったが、2003年12月1日に休止、2005年4月1日に廃止されている。なお JR 岐阜駅の事務官コードは52107である。1919年頃の駅岐阜駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成駅周辺の線路変遷1980年から1990年代 JR 岐阜駅 JR 木曽川駅間に地元を中心に 岐阜南駅の設置の運動が盛んであった。しかし、推定で2000から3000人と、乗客数の見込みが少なく、費用の負担で JR や県と折り合いがつかず、運動は衰退した。ちなみに、両町には、名鉄名古屋本線も通過し、儀南駅、笠松駅がある。かつて、東海道本線が建設される際、 笠松町の中心付近を通し、駅を設置する計画があったものの、当時の笠松では、木曽川を利用した、周運等が盛んで、鉄道により利用者減少の恐れや、保守的な考えも影響し、反対をした。このため、東海道線は、笠松の中心を外れ、駅も設置されなかったという。今なお東南隣の木曽川駅までは 7.7km 離れており、 この周辺の他の各駅間よりも距離が開いている。ホーム島式ホーム3面6線を有する高架駅。駅舎外壁には透明の板が張られている。1.6番線が東海道本線の本線、2.5番線が東海道本線の副本線、3番線が高山本線の副本線、4番線が高山本線の本線である。構内の大垣駅よりには、 折り返し用の留置線が設けられている。1999年12月のダイヤ改正で、日中の対名古屋方面の普通列車が、大垣駅始発、終着から当駅始発、終着となったが、留置線の長さが短いことや、配線構造などの関係で、すべての折り返し列車を引き上げることが困難となった。このため、4.5番線での直接折り返しが多くなった。 その結果、快速系統の列車と普通列車の同一ホームでの乗り換えが不可能になっているケースも多い。当期の折り返し時には、車内保温のため車両中央のドアのみを開放するドアカットが行われる場合もある。ホームの高さは、東海道本線の1.25.6番線が1 1 0トルで、あるが、高山本線の3.4番線は、 デッキのステップが低い機動車を運用することから、それより一段、低い92センチメートルである。この3.4番線には、東海道本線の一部の列車も入り、ステップのない旧波75系機動車や電車が、発着すると段差が生じるので車掌が、到着時にアナウンスでそのことに対して、注意を呼びかける場合がある。1992年に、 東海道本線下り線が高架化され、高架ホームのうち4から6番線の使用を開始したが、地上ホームの4番線は、上り線高架化まで、継続使用されることになり、暫定的に10番線と解消された。この間高山本線は、高架ホーム、地上ホームのどちらにも入線可能な構造になっていたが、高架ホームの使用は、東海道本線下り線と直通する特急。 急行列車に限られた。高価下で、名鉄名古屋本線のガードを超えるため3階建て高価に、匹敵する位置に駅が作られている。1978年の岐阜県都市、計画審議会では、国鉄3階、名鉄厳選2階案が答申されていたが、名古屋鉄道側は、高価事業に参入せず、旧国鉄側との事業化に向けた。 都市計画及び工事締結を行い答申案の計画のまま現在の高架化となった駅長、駅員配置駅である。管理駅として、東海道本線の西岐阜駅、保住駅及び高山本線の長森駅、宇沼駅間の各駅を管理している。高架下の駅舎内部には JR 全線切符売り場や自動改札機、自動券売機などが置かれている。 改札口は2カ所ある。JR 東海のとか及び相互利用可能な各 IC カードが利用可能となっている。東側コンコースの北口は長良口、南口は可能口と呼ばれている。なお、ホームとコンコースを結ぶエレベーターは駅係員の操作を必要とする。駅構内には岐阜市の施設の岐阜市、ステーションプラザがある。高架下には レストランや岐阜の特産品を扱う施設である、アクティブ G、商業施設である、アスティギフ、岐阜市立図書館文館や、運動施設などを含んだ生涯学習拠点、ハートフルスクエア G がある。主な駅弁は、下記の通り。2017年現在では、名古屋駅と同じ業者の弁当が販売されている。岐阜県統計所、岐阜市統計所によると、 2018年度の1日平均乗車人員は32,244人である。岐阜県内の駅では最多である。当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。国鉄分割民営化後は、名鉄岐阜駅より利用者が多くなっている。駅周辺。左が北口、右が南口高架化により、現役者の北側にあった。 旧駅舎が最近取り壊されたことや、周辺ビルの老朽化が著しいことから、現在、岐阜駅、北口駅前広場整備計画に基づいて、北口では大規模な、駅前再開発が行われている。また、岐阜駅北約21ヘクタール及び柳瀬通り、周辺約9ヘクタールの地域は、都市再生緊急整備地域に指定され、現在再開発が進んでいる。 JR 岐阜駅、バスターミナル、名鉄岐阜駅、名鉄岐阜駅に隣接するバス停までは、中央改札口のある2階部分から、ペデストリアンデッキで接続され、駅とバス停との一体化を図っている。駅南側は高架化に伴って、マンションの建設や、道路の拡張、付近公園の整備などが行われた。高架下北口南口バス乗り場は、 北口の駅前広場内のバスターミナルと道路を挟んだ向かい側にある岐阜バスターミナルの大きく分けて2地区ある。校舎は名鉄岐阜駅に付帯する施設であるが、当駅からペデストリアンデッキで接続されている。市内、近郊方面の一般路線バスと高山方面の高速バスは岐阜乗り合い自動車が運行。ありがとうございます。